おはようございます。2024年3月27日水曜日、今は朝5時20分。ここは栃木県足利市大岩西公園、現在天空西公園の天空テラスです。夕べ夜中まで雨が降っていて、その後雨が止んで空は青空になっています。数日前に満月だった月が今山に沈んでいこうとしています。この月の沈むところが大岩湯山の山頂がある方ですかね。はい、というわけで青空、日の出は5時半なのでもうすぐですね。多分この辺から日が出てくるんですけど、ボケボケ。今雲海はというと、雨上がりの朝にしてはちょっと少ないかなっていう感じですね。向こうは出てますが、足利の方はちょっと風があるせいか手前は出てなくて、奥の方は綺麗に見えています。筑波山綺麗ですね。大宝さん、足利、大正山の方はあんまり出てない。その奥が出てますね。あちら大正山、大正山と大宝さんの間には出ているみたいです。そして向こう、古賀とかね、渡良瀬遊水地の方も出てるみたいです。さあこの後出てきますかどうか。ちょっと前までこの足利タウンのあたりも白く出てたんですが、今はなくなっちゃいましたね。明け方になって風が出てきたので、これで流れちゃうかな。撮っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。お、風で山に押し上げられた霧がちょっとかっこよくなってますね。ここの変化がちょっと楽しみな感じですね。里山を守って野郎どもの一人が今湯山に登っていってます。会いましたね。三脚とカメラ担いで今登ってます。登りきった尾根から西の方、月が沈む方向、その辺を見ようと思っているようです。会話できてるよ。ここと湯山のあの斜面とで今少しお話ができますね、声出せばね。木が沈みます。上に到着したみたいですね。これから穂高とか、あの位置から槍はちょっと厳しいかもしれないけど、向こう浅間山方面よく見えてるんじゃないでしょうか。向こうの撮影してくれると思います。少し月が満月より欠けてるので、卵型ですけど縦長の月になっております。沈んでいきますね。ゆっくり沈んでいきます。アップにすればするほど沈むスピード速く感じるんですけども、このビデオカメラの倍率ではこれが精一杯と。あの杉の木がなんか魔法のランプのようにも見えるし、人が多いってやってるようにも見えるし、月の真ん中の木ですね。ちょっと可愛いかも、あの杉の木。はい、沈んでいきますね。さあ沈んでいきます。まあ、沈むといってもこの手前の野山に対して沈んでいくのであって、実際地平線から沈むのはまだずっと後ですね。30分とか1時間後だと思います。大気の陰に隠れていきます。はい、隠れました。富士山が赤くなってきました。しばらく見たいと思います。日の出です。綺麗に出てきました。筑波山の手前はかなり雲海が出ているみたいです。こちらは見えない、出てこないですね。
はい、日が昇りました。先日の朝焼けの日の出はやっぱり違いますね。でもあの雨、一日降らしていた雨の雲が随分東へ流れたらしくって、ほとんど雲は見えません。今太陽の前にあるちょっとだけですね、太陽のそばの。あとはもっと南寄りの方にあります。ちょっとこの辺が湧いてきましたかね。奥から手前に少し滝雲っぽく流れ始めています。少し出ているみたいです。午前6時7分、日の出から30分ほど経ちましたが、霧は出ません。このようにちょこっとは出てるんですけど、ほとんど足利の雲海は出ませんでした。あの辺なんか惜しい感じでしたけどね、濃くならなかったですね。この工場の煙突の煙がまっすぐなので風はないはずなんですよね。渡良瀬川の雲海と工場の蒸気が十文字と、これにかっこいいなと思ってしまう人はあんまりいないんでしょうかね。ほらこっちなんか何にもなくなっちゃった。唯一富士山だけは綺麗に見えていますが、ここ富士山。天空テラスの足元にちょっと湧いてきたんだけど、これもすぐ消えちゃいそうですね。本当に今日は濃くならない。北アルプスダメでした。あ、そうなんだ。ああ残念、もうね、こんなに住んでるのに、もう FGS さんに言わずに取っちゃうと思ったんです。まさかの北アルプス、中アルプスが見えないんですよ。あそこあんな綺麗なのに。そうねー、あそこまでよしかった。でも赤城は最高でしたけど。あ、ね、真っ赤で赤城綺麗だよね。残念。モーニングコーヒーで。また起きたりしましょう。また。シルエットで。黒岩山山頂から今雲の架け橋が登っていきます。見えるかな、ちょっと薄いかな。もっとぐわーっと登れば雲の架け橋なんだけど、太陽ね。
午前7時40分を過ぎました。ここまで粘ってみましたけど、やっぱりもうどんどん霧が上に上がって全くなくなってしまいました。こんな感じです。富士山だけは今日本当に綺麗ですね。よく見えてます。はい、というわけで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどこかの山でバイバイ。昨日の雨が赤城山の山頂は雪だったらしく、今朝は赤城山がとっても綺麗です。